はいどうも皆さんこんにちは、ピオチキチャンネルプネシのピオタです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回やっていくのはこちらです。イベントマッチハイジャンプバトル、ジャンプ力アップ、いつもは通れないルートから攻め込めということで、ガチアグラハイジャンプバトルやっていきたいと思います。ジャンプ力アップ、いつもは通れないルートから攻め込め、ジャンプ力が大幅にアップするぞ、イカスポーンした時のアーマー耐久値がアップするぞ、そして基本ギアパワーのみが有効、追加ギアパワーは効果がありませんということで、こちらなんですが、今回はこの武器でいきたいと思います。読み込みが長い。ノバブラスターですね。こちらスプラッシュボム、ショックワンダーを持っているやつで、逆境インク効率サブ受け身でやっていきますということで、ガチアグラスタート。なぜノバなのかっていうとこなんですけど、ノバネオとかよりもね、ノバのネオってさ、炭酸ボムだから、炭酸ボムって基本的にね、空中よりも地上なんだよ。だからハイジャンプでかわされる可能性が高いし、確率ボムの方のこっちの方が引っかかる率が高いということがまず1点で、爆風が広い確定2発っていうことなので、近距離の打ち合いになった場合はかなり強く出れるんじゃないかという、 S ブラとかでもいいと思ったんですけどね。まあこれもこれで強いんじゃねということで、ああスクイク、スクイクも考えた。必戦は考えてなかったな。ボトルどうなんだろう。ナイス。うわたっけたっけ。あーそうか、バシャバシャ強いね。やっぱ回転率は正義か。はい、転がります。コロリン、うっ、イカで動く方が早いんだな、確かに。オッケー、カメロールがすごいことになる。これさ、えぐい高さしてたぞ今、えぐい高さしてた今、笑っちゃうレベルの高さしてましたが、スクイク用にかわしておこうか。ふぅー、ふぅー、よし、ファーン、コロリ、ほっ、ほっ、イエーイ、変に落ちちゃった今。あーいナイス、楽しい。やっぱノバ強いね。ノバ強いっていうかさ、カメロールイカロールがやばいことになったんだけど、いやイカロールはまだジャンプ力が分かったからっていうけど、カメロールとさ、イカ登りがさ、特にイカ登りやばいことになってたよあれ。これ一番さ面白いの、このルールで矛が来た時が一番やばそうだね。めちゃくちゃ面白い。3キル1です。まあ、ショックワンダーはどちらかというと、かわす用だね。これで後ろにタゲ回せるだけでも、でかいと思う。これはね、タゲを取って後ろ側に向かせるだけでも、味方側がかなり有利になるように立ち回れると思う。おお、すげえ、1人。モップ11キルしてる人いるんだけど。すげえ。ああ、そうだ。今のこの盤面だとジャンプ力が高くなってないから、ちょっと感覚くるな。でも角2ブラスターだからさ、一発当てた後カメロールでやってでもいいし、直撃はあんま狙わない。一瞬ねクラブラでもいいかって思ったけど、これはノバの方がいいねやっぱり。さあ第2戦目いきましょう。これは押すか押されるかのどっちかになりそうだね。ダイナモ、ダイナモ、パブロ、スプラシューター、スパッタリー。あーなるほどね、マニューバ系はそうなるか。乗れた、あーうわっ、うわっ、乗れちゃうんだこれ。
がザートリー。ここですよね。いやーうまい縦振り。あーその位置確かに強いわ。ダイナモが範囲で制圧してくるけど大丈夫か。うわー何でやられた僕。ダイナモ引かれた。こんな空中を飛び交う場所の中引かれる地上。うわーほー、あ乗れない。バレるかな。バレるとかじゃねえな。なんか違う場所行っちゃった。ほっ、うわうめえ、はえ、もう何が起こってんのか。スプラッシューター、いやージャンプが高いからね、今回の中だとジェッパー弱いと思うんだよね。みんなジェッパー使えるんだから。やばい、なあやべえ、気がついた時には遅かったわ。ごめんありがとう。素直にここいとこうか。オッケー。あんま飛んで場所ばらすよりもこっちの方が絶対、結局ノバじゃねえか普通に。じゃ頼んだぜ。OK。 じゃあ直撃。あーいちいち交換しちゃったよ。前飛べるのでかいな。はいコロー、ここよっ、うっイカロールじゃあダメか。いやースプラッシューターマジか。うわうまい、ナイスルショー。これどうなってる。あそういうことか。よし大丈夫。ちょっと降りた。ふっ、とーれ。ナイスナイスナイス、うまい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 。ザー一人持ってったけどジャンプした先に。ナイス、これボム置きたい。ナイス、受け身術だけはちゃんと入力効くんだよな。ナイス勝利。あぶねー、バトル1位。ナイスナイス、やっぱノバは雑に強いね。ナイス処理。雑にって言い方はあれだけど、確定2発で爆風が広くて、本来だったらその爆風をさ、どちらかというと面で使うことが多いんだよ。範囲っていう感じでやるんだけど、今回は3次元でさ、空中にいる相手もある程度引っかかってくれるから、そう出し得なんだよね。まあ一応メインよりサブをってことで、スプラッシュボムコロコロもね、多分ダイナモとかそういう系は刺さると思う。
こいつのね、ジャンプ系の、ジャンプとかする系のやつって、もともとの横移動が遅いやつらは、もっと横移動が遅くなるから、多分ね、大雑把にボム殺しててもいい感じにかかってくれることが多いと思う。吸盤はバレやすいしね、位置を間違えると。さあフィンもいいね、フィンセントもありだと思うわ。お相手ホットブラスター、トライストリンガー、パブロで、スケイクリンのベータだね。あれ食腕の方だ。インクたんね。いやーポイズン地味に効いてたか、これもしかして。あれまずいか。ガーパブロー、あふれ出す煮汁やだー。それ今回のね、まずさ、横移動なのよ。そう、横移動がね、変にジャンプ挟んだ瞬間横に移動しづらくなるから、それをね、止まって枯れる系、短距離シューター系が普通に強いと思う。遠距離はね、そもそも逃げづらいと思うから、短距離シューター、ブラスター、軽量武器級の方が強いと思う。それでまあ弾ぶれが少なくて火力の高いやつっていうのがいいから。そう、もう一つね、大事なものが弾ぶれしないなんだよね。まあブラスターは弾ぶれするけど、そんなに大きくはない。まあノバとかはね、ノバとかは大きくないだから。でトラストとかはね、なんで僕が採用してないかっていうと、トラストは地上なんだよ。ジャンプするとさ、空中にいる時間が長くなるわけで、一回間違ってジャンプした時に再チャージするための時間がかなり減っちゃう。ブラスターとかはそういうのあんま関係ないけど、だからスクイクが強いっていうか、スクイクは採用候補に入ってんだよ。ノーチラスもね、なかなかきついんじゃない。あ、でもチャージキープしながら上飛べばいいのか、ノーチラスは。よっ、お相手はクラッシュブラスター、ダイナモローラー、リッター 4K だね。ダメか、クラブラが雑に暴れてんね。さあうまい、ヤグラ乗って、ヤグラに乗らせる気満々だね。まあでもそうか、ウマリッターってヤグラの上こそ輝きそうなもんだけどね。あそこのエナスタ取れてないわ。まあこれはしゃあない。あーやられた。ダイナモよりも高く飛ぶんだ。やべえよあれ、本当に音を置き去る感じだもん、マジで。えい、とりあえずボムコロで一人持ってかれたけどね。ゾンビか、ゾンビギアか。どこ、ありがとう。おー、よし直撃。これはドリンクも飲んでるし、ありありあり。私は前詰めるしかねえんだこれ。
ダイナモ確かに面制圧で上の方までカバーできるから強いんだよな、ダイナモも。うわクラブラ2人いんの地味にやばいんだよな。1人だったらそこまで大きな恐怖ないんだけど、2人いることによってかなり Q がしづらくなってら、ダイナモ調子乗らせた。ダイナモやべえな。ふっふっ、ここだ直撃。オッケー、一応残り3カウントで止めました。よーし、はい、コロップ。あれ転がれてない。やったダブルキール。変にジャンプするからその分枯れられやすくはなるんだよな。どこにエナスターある？あっこね。こっち来てんね。ふっ、そこそこ逃げ損ねんな、痛い。そこ逃げ損ねは痛いよ。もうボム転がします。エナスタちょうだい、ありがとう。これで救われる命ってもんがあるぜ。届いたわ。OK、 2人いった。ここだ。 OK、 ナイス。よしよっしゃナイス、これは偉い。いいね、よくやったよくやった。ふう、やーった。食腕かなり強いな、この状態からすると。いいね、とどめ数と食腕だ。ナイス。ということで、4戦終了して3勝1敗。まあ1負けた分はかなりもうゴリッゴリに押されまくった感じでしたが、それ以外はいい試合しつつ勝ち負け拾えたんじゃない。意外とノックアウトされる、さなんかするされるっていうよりも頑張って耐えた末結局ノックアウトになったみたいな感じのが多かったですね。今回の試合とかもさ、第4戦目の試合とかも残り3カウントだからもうノックアウトしないと無理ぐらいのレベルだったところで決めたしね。お見事でした。いやーノバ強え、ここのルール。味方がね全員すげえ強かったんだよ。僕はどちらかというとなんだろうね、タゲ取りに動こうとしてただけの人みたいな感じ。まあ実際多分ね、食腕発動されたらすげえめんどくさかったし、大雑把にね爆風食らうだけでも確定2発に持ってかれるから警戒度は高いはずなんだよね。めんどくさいしね。そう、あとは11交換とかで持っていかれやすいだろうしっていう。まあでも味方ありがとうございました、助かりました。ということでここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー、次はホコでやってみたいですねー。